ゆくきちち b いえびでいんー、ハユーチューブ。はい。今日皆さんにご紹介するのは、区民検診の結果が来ましたです。これで一年に一回私の健康状況がわかるというね。 あれですから。<laughs> 何か悪くなってないかな大丈夫かな気になる結果は、まあシンプルに、これからね、数値を調べていきましょう。数値の推移 変遷えー、身長は今回ぴったし一緒まあそりゃそうだって話なんだけどなぜか令和3年度だけ 4mm 身長が高かったまあそれ以降は、まあ、性格っちゃ性格か体重よ体重筋トレをやって2年目前回68.4に対して今回68.3 まあまあ、いつも言ってるけど、食事制限はしてないからな。何も変わらない。0.1なんかまあ、ビサだからな。BMI がなんだっけ ?BMI とはなんだっけ忘れたけど、25以上だと、良くないやつが、23.2。前回23.3。まあこんなもんビサだな。ギリギリ言っちゃギリギリだけど、 あ、これあれか身長に対しての体重がどうとかかなわかんないな。<laughs> 福井よ、福井、福井、これこれ。えー。去年、88.5、今回89.5、1センチ。まあ、微差だな、これも。うーん。ふん。まあ、減ってりゃ、ちょっと嬉しいとこだけど、1センチ増えてるけど、まあまあまあ。血圧、何度か引っかかってる。 え前回124。今回130。で、注意喚起が130以上。で、とても注意。もっと注意なやつが140以上。私130。ちょうど。まあ、前回も124で。まあ、一旦、まあ、いいんじゃないちょうど1ね。引っかかるか引っかかんないかの違いだもんな。 まあ、ラーメンのスープ。<laughs> あんま飲むのやめようかな。<laughs> 最後。最近3口残してるけど、5口ぐらい残そうかな。<laughs> 飲みたいんだよ。ラーメンのスープ下の方こずんでる具も美味しいわけだしさ。スープも。えー、血圧のし上と下みたいのがあるよね。 下もまあまあ誤差だな。前回75、今回73。85以上から軽注意だから、まあ下がってる。でも上は上がってる。よくわかんないね。んーと、んと。尿検査。全部マイナス。だから一番についてるけど、これはどういうことなんだろう。ああ、でも去年も一緒で、 おそらく問題ないんじゃないかな。これの見方がわからない。<laughs> プラマイがいいのか、プラスがいいのか、プラスプラスがいいのか。わかんないな。きっと問題ないと思うんだよな。で、これを薬飲んでる私。えー、待って。えー、先に見ちゃおうか。えー、LDL コレステロール。悪玉コレステロール。前回109に対して、今回、 115、いいんじゃない ?125 から軽注意、140から大注意だから。前回 109, 今回115。うん。まあ、薬飲んでますもの。うん。去年、おととし、3年前が223。これがとてもいけない数字で。薬飲むようになったから。いいだよ。で、 ちょっとまた一個戻るけど、LDL じゃない、HDL コレステロールが、前回 68, 今回66。ね、注意が入るのが40未満。低い方が良くないのかなこのいい言い方ね。で去、去年より2位下がってる。だからまあ、うん、他の数値で言うところの2位上がってるみたいなことが、まあこんなもんビサですね。 えー、血中脂質ってなん,なんやそれって話だけど、まあまあ、中性脂肪ってやつかな。うん。前回93、今回85。150以上からカル注意だから、8減ってる。ああ、いいじゃん。 血の中の脂質、中性脂肪。うん。3年前から比べても、125、113、93、85。すごい減ってる。これ健康じゃないこれ何が食べ物、うんた食生活で、あ関係あるのかな言ってみりゃ、油かな油食うの大好きだけどな。ラード、ガブ飲み。<laughs> 長友さんスタイルはやってないけど、本当に油の多い肉、カルビ。 豚、肉。好きだけどな。まあ減ってんのはいいことでしょう。で、肝機能の、なんかあんま数字はわかんないけど個、2個いっぺんにいっちゃおうか。去年10、なんか AST、ALT が、去年146、今回146、一緒。で、これも多い方がよくない。31以上からカルチュー健康です。 これは僕もよく知ってるあれだな。ガンマ GTP。お酒飲むと、すごい数字の人いるんでしょ下手すりゃ。えー、表で言うと51以上カル注意、101以上大注意で、300とか500とかも聞いたことある中、私は、去年14、今回15。これは親に感謝だな。お酒飲める体質にしていただいた違う。体質は関係ないか。まあ僕自身もお酒を、 飲むのは好きだけど、連チャンで飲まないようにしてるし、まあ、自分で酒飲んでて美味しくないからね、連チャンで飲んでも。っていうのもあって、我慢のできる男だから、良かったんでしょう。んーと、空腹時血糖値これ、うん。これは、これ問題あるよね。糖尿病関わるでしょ。去年98、今回95減ってる。 <laughs> そして上に上がる方は良くない。100以上かかる注意。126以上大注意。3減ってる。微差だけど。ええー、やん。私、糖尿病の心配とガンマ GTP だから肝臓病の心配があんまない。まあまあ、してなら LDL がちょっとギリギリ。うん。薬は飲んでるけど血がドロドロになる。そして血圧がちょっと、ちょい引っかかり。 一旦そんな感じ急に言っちゃったけど。あ、糖尿病のなんかの数値もあるね。うーんと。ヘモグロビンってことかなうん。5. 点、去年5.3、今回5.4。いけないのが5.6。まあ、キワキワっちゃキワキワなのかなよくわかんない。尿酸。これも確か糖尿病に関係あるよね。違うな。 あ、え、わかんない。通風に関係あるまあ、尿酸値、尿酸値、通風だっけプリン体、尿酸値。通風に関係あるのかまあいいや。一旦、去年3.3、今回、4.4。これが何、何数字が高い方いけないのか、低い方いけないのかがわからない。謎の注意喚起欄がわからない。一昨年5.2、すごい増えてる。 3年前4.7。よくわかんないね。ネットで調べようかな。尿酸。で、せ貧血検査。赤血球。前回477、今回483。まあ、おととしと同じぐらいだな。血色素量。14.7から14.8。ヘマトクリット。何これ。 46.6から46.5。まあそんな変わらない。ですね。うん。いいんじゃないまあまあ。うーんと、大腸がん,ん検診。実施、うんち出したもんな。えー、判定が、精密検査不要。陰性。 まあまああくまでぬるい審査だけどね、区民検診の。それと、眼底検査してないでしょ、メタボリックシンドロームの判定、基準該当。<laughs> まあまあ、<laughs> お腹が出ているという。 血清クレアチニン検査うんあんま分かんないなこの辺実施されたんだまあ医師の全体の診断治療中まあ私もね薬飲んでるとか筋トレ行ってれば言ってるから 異常なしがそりゃ当然一番良くて、要医療が一番いけない5に対して <laughs>、3の要,要指導より悪いになってるどういうことまあいいや。で、医師の診断の所見は福井、お腹。<laughs> ね。こんなもん食事制限めんどくさいよ。ダイエットはめんどくさい。まあでもき、数字は気にするし、うん、バカみたいに太らないようにしてるつもりだけど、 腹筋やってもね、結局、食事を減らさないとお腹の肉は減らないだよ。で、血圧がちょい引っかかり、それぐらいかな。うん。肺がん検診受診結果、検診結果、異常は認められません。いや。うん。まあ。 本当に引っかかるとこは引っかかってるけど、こっちか。区民検診、がん検診のご案内で、下記の項目について、陽性密、要治療の該当がある方は、当院外来にいて受診可能です。まあ自由ね。来ても来なくてもいい。まあさっき言った血圧、HDL コレステロール、LDL コレステロール、中性脂肪。うーん。脂質全般か。 悪めの数字なんだ。85とか。中性脂肪。全然余裕だろう。まあ、セットになってんのか。脂質の欄が。おそらく。まあまあ。いいんじゃない <laughs> よくないけど。うん。LDL が引っかかってる。っていうのと、血圧が引っかかってる。まあまあ。1年で考えると、1年というか私として考えると、 塩分取りすぎないようにする薬を飲むキャベツをいっぱい食べる LDL コレステロールのとこね。うん。それかブロッコリーでもいいらしいんだけど、ブロッコリーは私好きじゃない。キャベツはまだ食べれる。この三つだな。塩分取りすぎないキャベツいっぱい食べる薬を欠かさず飲む。そういうこと。基本、それ以外、おおむね健康ですし。<laughs> 「行く金世にはばかる」登録してね。